続きやってまいりましょう。パート20。いよいよ20パートじゃないわ。もう20パート超えてたわ。いきなりのミス。久しぶりですね。あれにゃ、あれ違う違う。あれ、あ、世界はもうすぐもっと寒くなる。ここなら私がミラを温めてあげられる。あ、それだけ？あ、あんなに会話あったのにもうこれだけなんだ。少し前に街のゲートが壊れてさ、もう標高には行けなくなっちまった。これからどこで魚を確保すりゃいいのかな。エビフライですかね。まだ小籠包たくさんあるぞ。この尿なら1日しか持たない。いいね。この本がどんな結末を迎えるのかどうしても知りたいんだよ。死ぬ時は本を読みながら死んでやるぜ。あ、確かにそういうのもありだよね。何か必要なのですか。正面に来てください。はいはいはい。収蔵庫は現在医務室使用されています。ご不便をおかけして申し訳ございません。大丈夫。セドリックは何て本を持っていたの？尿原子ロボの創造に関する作者の本。そう、あなたがこの世界で最初に出会ったロボットのこと。うん。ああ、あの本もかなり詳細に書かれていたわね。きっとあなたのお友達にも役に立ってるわ。そうだね。気をつけてね。うん。あっさりしてんな。この屋台甘い匂いがする。キャンディーの串焼き焼けててですよ。あまり栄養はないけど。あのこいつで思い出した。なんかさ、水がさ無限に出てくるカプセルみたいなあったじゃないですか。あれって結局一周目で使わなかったけど、なんかどこで使えばよかったんだろうね。わかんないや。共通に作者を見かけたんだ。まあ厳密には彼の空飛ぶ機械よな。図書館の窓から走行距離をずっと奥で発見してどうだ、拒絶めっちゃすごいだろ。うん。もっと反応してあげて。データ中二病。世界が滅びるならパッと消えてなくなるのか、それともジョジョと滅びていくあんたならどっちを選ぶかね。ひひ、私らには後者しか残されてないがね。ひひ。あ、またこいつ修正。あのその本に何をしてる。編集してんだ。俺は作家として作者の影が描かれてきたんだ。もうすぐ死ぬっていうならせめて一つから俺にしか思いつかないアイデアを世に出しておきたいだろ。世界が滅びるなら残る。うぅぅぅ、研究室は保存会だね。うぅ、言うとりあれだけ通用したのに今。寝ちゃった。珍しい寝方しますね。ほい、中二秒パート2、予約は全部キャンセルか。制約だ。これは多分読んだよね。読んだかどうか覚えてないけど、とりあえず読んだことにしとこう。世界がこのような状態になってしまった今、すべてがおかしくなってしまう前に作者がこれだけのことを書き留めておいてくれて本当に良かったよ。他の避難者たちがもうすぐやってくるはず。僕の友達みんな無事だといいな。作者は今どこにいるんだろうか。急に姿を見せなくなったみたいでね。図書館長が言うには作者の原稿まだ送られてきているらしいけど、直接見たことのある人なんてもうずっといない。はあ、みんな最悪の結果を想像してる。大丈夫、無事だよ、元気だよ。ところであの子にはどうやって話しかけに行ったらいいんだろうね。こうか。読むのがすごく早いね。だってほとんどだもん。あ、普通にニコの声で、私の声で喋っちゃった。まあいいや。監視中、監視中、偵察ユニットハッシュタグ A27 はまだ無事のようだ。誰だよ。さっきサイレンが鳴ってね、水槽は置いていくしかなかった。あの子たちを助けに行く時間があれば。はあ、君のブルーホースに対する信念を見ているとこっちも安心するよ、救世主様。おかげで僕も希望を抱いていられる。あ、これあいつか。あの場所に送り出せるのはもはやロボットだけなのだよ。だがここにも損傷の軽いユニットがまだいくつかある。ほい。世界の終わりが近づいている。一体どうすれば。どうにかしましょう。なんだ、用でもあんのか。ないよ。なら好きにしな。だが言っておくけどな、最近いろいろあったせいで図書館の騒音制限が一時的に解除されたんだよ。だから別に前みたいに人を追い出したりしねえよ。社会放射されて犯罪者だからっつって俺が避難者を追い出すってとも思ってんのか。ううん。ならいい、俺はそんなやつじゃないからな。こんなキャラだったんだ。あら、あ、こんばんは。図書館は今避難所として使用されているの。歯科系が道路にまでたくさんあらはじってめね。知ってる。大した情報は開いないんですかね。この図書館かなり最近建てられたものなのよ。四角形が初めて出現した後すぐに人々は局所的な崩壊に耐えられるような建物を作ろうとした。建築家は当時の最新かつ最高強度を誇る材料を使用したの。そのことに感謝ね。はいはいはい。
そろそろ終わ…あ、なんかめっちゃ待ってるやつおる。勇敢です、勇敢です。何もかもが大変なことになっています。読書してると余計なことを考えずに済む。素晴らしい。うん、まだはしごを怖いや。はいはいはい。あいつらの話しかけても大したことないと思うんで、こっちも何もない。ということでさ、じゃあ出ていきましょう。ほい。どうも人間。ここは図書館兼一時避難所です。出て行っていいんだよね。で、こっちの方とかはなく、こっちの方とかもなく。じゃあ行く場所はやっぱりもう残された旧コンロコン。あの塔にはまたあれかね、バツマークを押してとかになっちゃうのかな。いっぱいあるね。見せちゃいけないものがいっぱいあるんだろうな。あ、大きな水槽だ。なんかない。流し台だ。特にないみたいですね。あれ、音楽こんなんだったっけ。行けなくなってる。そしてあそこも封鎖されているってことも、ここしか行く道ないじゃん。ここさ、初めて来た時超ビビったんだよね。またある？またある？な、行けない。行けないとこたくさんありますね。で、これ右に、あ、行けなくなってる。マジか。こっち、上先行けちゃうとか。上は行けるんだね。上は行ける。でも、僕が会いたいのは、彼らな、彼ら？ら？ら？彼なんですよ。旧婚録音。ところで、これは？自家、ついてはいけま、チェン！さあ、ちょっと待ってね。いてくれたのね、ニコ。君はもしかして、ルエ？そうよ。もう、他の人には会った？うん、でも。なら、すべてが整ったわね。さあ、時計部屋に戻りましょう。大きな木だ。葉っぱもついてる。ここに来てから初めて見た。どう考えても今喋ったようなキャラじゃないよねこいつ。ねえ、から確実にあのアテレコチョイスミスしてるよね。でも俺は貫くよ。であとね、もう一個気になるのが、こいつ旧婚録音って俺呼んでっけど、どう考えてもイーブイ。うん、後ろでめっちゃ編集さん笑ってる。イーブイじゃん。もうこいつ将来的にエイフィーに進化しそうだよね。ほんとあれってこっちで合ってんだっけ。そうだね、合ってるよね、合ってるよね。でもさ、時計の部屋に戻りましょうって言ってるけどさ、時計の部屋ってさ、こっちだよね。時計の部屋さ、なんかペペ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 ってなってさ、いけないんじゃないの。あ、え、あ、こっちから行けるとか。まさかこのエレベーター動くかな。動いた。こっちだったのね。戻ります。で、他の二人はどこ？プロトタイプ？セドリック？もう来ているはずなのだけど。あの、プロトタイプは不毛の地で体がなくなっちゃったんだ。セドリックはメモリーディスクでプロトを復元しようとしてたけど、研究所が崩れるときに中にいて、多分巻き込まれちゃった。嘘。そんな。最後の希望が。あの、ごめんなさい。あなたのせいじゃないわ、ニコ。謝るべきなのは私の方よ。最後にやっておきたいことがあるの。さあ、階段を上りましょう。こっちは赤色。ああ、完全にあのお兄ちゃん閉じ込められちゃってますよね。うん。あのね、すげえ辛い。声出すの。完全にチョイスミスしたわ。まあいいや。で、ロボット、おお。ここはね、避難所で一番高い建物なの。この世界で私が一番好きな場所、聞いてごらん、森の声を。
イノシシたちに食い散らかせ、ガラス、次行きます。ここでね、あの遠くにある建物を見て、いつも想像するの。一つ一つの窓の向こうに、どんな人生が隠れてるんだろうって。ねえ、私を手すりの上に乗せてく、意外としょぼい。もっと、ちゃんと眺めてみたいの。よいしょっと。かわいい。どう見ても、イーブイ。最初はね、私も絶望したのよ。ここにあるものがすべて、その。偽物？シミュレートされたものだったから。セドリックが前の世界で何が起きたのか話してくれたんだ。そうなの？すごく辛くなった。君がどんな気持ちなのか、ミーには想像もできない。二度と家に戻れないっていう気持ちかしら。多分、あなたが置かれている状況とあまり変わらないわね。恐ろしいほど皮肉だわ。あなたをここに呼びたくなかった人が、次はあなたを家に帰れなくさせている。え？それって誰？ワールドマシンよ。存在と呼んだ方がわかるかしら。あ、存在、すごく聞いたことあるよ。サイコロのお姉さんから。その名前を聞いたような気がする。それってこの世界の魂みたいなもの？そう。けれど重要なのは、ワールドマシンは人間の精神能力でしか動かないようになっているの。ワールドマシン自体が心を持つようには作られていなかった。想定外だったの。創造主はずっと人工知能を専門にしていた人なの。彼の仕事にも、もちろんそれが根付いていた。すべての機械は、ある原則に基づいて構築されている。生命体に危害を及ぼしてはならない。それは、ワールドマシンにとっては、魚逆らわなければいけない、もっとも根底にある本能だった。ワールドマシンは、生きている人間に危害を加える必要があった。生きている人間を現実ですらない死にゆく世界に連れてくる必要があった。もちろんこのシミュレーションには実際に危害を加える術なんてないわ。その結末はハッピーエンドとなるように設計されていたの。でもワールドマシンはそのことを知らなかった。嘘でしょ？残念ながら本当よ。意識を持つマシンは、高度の矛盾をうまく処理できない傾向があるの。そのうち、核となっていた矛盾が自己破壊へとつながる負のスパイラルを引き起こした。そして今、あらゆる場所でそれが発現しているわ。四角形のことだね。あれは、自身の行動を破壊するワールドマシンの姿。創造主が言うには、あれの大部分が非自発的なプロセスだそうよ。ストレスと自己破壊欲求によって引き起こされたね。創造主は知ってたの？四角形は最初からずっと起きてたってことでしょ？なら、ええ、崩壊は試験段階から起こっていたわ。創造主は最初、安定しない原因はプロジェクトの規模があまりにも大きかったせいだと考えていたの。そして残りの人生のほとんどをテストの繰り返しと物語の縮小、ストーリーの書き直しに費やした。でも問題の原因が分かった頃には、私たちの世界に残された時間はわずか数日しかなかった。そうだったんだ。ミーたちに何かその直せる部分は？ワールドマシン。全部試したわ。ワールドマシンはこの世界の住民を
すべて実在しないものとして認識しているの。私自身も含めてね。とても不利な状況ね。あれを制御化できるチャンスなんてないわ。制御化？その言葉、たくさん聞いたよ。すごく複雑で、ロボットと関係があるってことは知ってるけど、一度でいいから、本当はどういう意味なのか知りたいな。そのために私はここにいるのよ。ロボットって知ってる？うん、知ってるよ。いえ、違う。私が言いたいのは、ロボットがどういうものなのか知っているってこと。ロボットは本物の人間じゃない。そうよね。うん。ロボットとは、実体が全てコードでできた存在のこと。他人によって思考が作られた柔軟性のないプログラミング。複製ができて、大量生産ができて、どんな作業でも割り当てられる。そして一番大事なのは、ロボットは自分自身を人間だと勘違いすることがないの。コードによって、そして自分がロボットであるという知識によって常に縛られている。これが制限そのものだったの。あ、それって、つまり自分のコードに従わないロボットは作れないってこと？みんなが作ろうとした。でも、それが過ちだった。ワールドマシンに起きたのは、ある意味、それと同じ。コードの矛盾ってこと？ええ。でもね、コードに従わないロボットを作ることはできないけれど、ロボットと特別なつながりを確立することならできる。そして、そのつながりがとても強くなると、ロボットの精神的能力が自身のプログラミングの外で展開し始める。言い方を変えると、ロボットは自分自身を実在するものとして認識し始めるの。あなたにとっては、とても素敵な話に聞こえるかもしれないけれど、それはつまり、ロボットを本物の生きている人間として受け入れる必要があるってことなの。本当はそうじゃないって分かっていても、多くの時間を共に過ごして、まるで親友のように話しかけて、そのロボットのことだけをずっと考えるの。あなたの感情に応えられるようになるまで。とても簡単そうに聞こえるでしょう。でもそんなに簡単なことじゃないのは、あなたやブルーホースが誰よりもよく知っている。この瞬間も、きっとワールドマシンはとてもとても怖がっているわ。今回のアップデートにはすごく重要なコード変更が含まれている。創造主は、ソースコードの一部にアクセスすることができたから、できることをすべて試して、配列の間に新しい接続を確立したの。そのおかげで、あなたは、あの二人と会うことができた。でも結局、そのコードのせいでワールドマシンは混乱に陥って、崩壊を続けている。ワールドマシンにはもともと、自己破壊を行う傾向があった。けれど、あなたがこの世界にいる間は、それが抑制できていた。あなたを巻き込むわけにはいかないって考えているから。創造主が望んでいたのは、ただ、ハッピーエンドを作ることだけだった。そして今、あなたを救える唯一の希望は、そのエンディングまであなたを連れていくこと。でも、あの二人はもう。だから、どうやって連れていけばいいのか、全くわからない。行きましょう。この場所も、もうダメみたい。いっぱい来た。あれ？あれ？明日とさーが来た感じかな。二人とも無事だったの？ええ、なんとか。
工場が崩壊し始めた時はさすがにもうダメかと思いましたが、幸いなことにロボット組み立て区画はとても頑丈な構造になっていました。それにプロトを復元するのにはそこまで時間がかかりませんでしたから、どれも父が書いた本のおかげです。僕の設計書、あそこの組み立て機でも使えるようにしてくれていた。僕がやることといえば設計図をただスキャンして設定を少しも、これ何だっけ、いじるだけでした。お父上はあらゆることを想定していた。本当ね。ああ、皆が無事で本当に良かった。ミモ、これで準備はできたわ、ニコ。ついにドラクエが始まった。ここであの曲流して、タタタタタラタタラタタ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 タ。まさかそんなオチになるとはな。あ、でもどっちかっていうとなんかね、ルエがあのレッドサーティーンみたいでさ。まあもういいや、続けます。あ、これは、なるほど、このために彼は僕たち全員に来てほしかったんだ。あの、これって何なの？コードポータル。僕たちをこの世界から一時的に消去する装置。少し説明が難しいのですが、つまり簡単に言うとですね、父は解読キーを僕たちのコードの中に隠したんです。テキストファイル形式にして。しかし、それを手に入れるには、僕たちをこの世界から消去し、逆コンパイルする必要がある。そして、中心部でそのキーを全て結合すると、この世界の暗号化された部分が起動する。つまり。うにゃ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 ？ルエ、君が説明した方がいいのでは？わかったわ。つまりね。このポータルは、ブルーホースが使用している機械の物理的な場所を表している。ほー。そして、ポータルに入ると、私たちはその場所に送信される。どんな場所でもね。そうね。ブルーホースは、コンピューター上でこの世界のパズルピースを集めるのには、もう慣れているはず。けれど、今回はさらに、いろいろと移動させなきゃいけない。具体的に言うと、小さなポータルから大きなポータルにキーを移動させるんです。しかし、その後に何が起きるのか僕にもわかりません。そうなんだ。ブルーホースはこのポータルがどこに繋がってるのか知ってるのかな？それは、ブルーホースに直接聞いてみた方がいいと思うわ。そうだね。あれ？またか。日記がまた光り始めたよ、ブルーホース。え、光ったから用意せよ。Document my games one shot。 つまりこれを開けと。これが気になるとこなんだけど、ここで切って大丈夫なのかな。大丈夫なんか。ちょっとね、もう時間が時間ですし、あのね、あまりにもキャラをね、こうね、もうしんどいの、素直に。しんどいし、ドラクエ始まるし、もう別ゲーになっちゃってっから、一旦ここで切って、続きまたやっていきたいと思います。で、ドキュメントワンショットマイゲームス？マイゲームスワンショットだったか忘れたけど、とりあえずそこいじればいいってことですね。了解しました。ということで、次回また、話を進展していきたいと思います。とりあえずね、皆さんね、そうツッコミやめて。ルエはそんなキャラじゃない。俺もそう思った。それは分かってる。自覚してる。だからこそ、貫いてやるよ。ということで、本日も最後まで動画をご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画が面白かったな。役に立ったな。という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。